え、メイクさん変えたい。うん、だってあの人微妙なんだもん。いや今の現場はそうはいかないよ。え、何、頼みたい人でもいるの？ツヤツヤしてる。やっぱリーチにトリートメントしてもらうと違うね。七瀬ちゃん忙しいからね。長持ちするやつ。なイメージだったの。そうなんです、そうなんです、リーに似るように髪の毛黒くしたんですよ。あ、本当ですか。あ、もう嬉しい。あ、ちょ、いらっしゃいませ。ちょっと、え、本当さん、リーチ聞いてない。彼女どうなの、写真ないの、見せて。え、ないの、一枚も見せて。ドラマの間リーチに専属のヘアメイクやってほしくて。私頑張るね。けどリーチのこと諦められないです。私リーチのことが好きです。失礼します。お疲れ様です、花江先生。え、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。リーチ、早くメイクしに行こう。うん、だからそれでも。そんなことないです、私一応目から智春が大好きでした。リーチのこと好きだって。もちろん男として。